はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、食パンマンを描いていきたいと思います。四角い箱がありました。キノコがニョッキニョッキ生えてきた。それから黒い豆二つ、川が流れて間があったよ。眉毛ビクビク美味しそう。にっこり笑った食パンマン。黄土色と茶色を使って色を塗っていきます。まず食パンマンのほっぺたに黄土色で丸を描きます。鼻に線を引いて下だけ塗ります。食パンマンの耳の半分くらいまで黄土色で塗りていきます。上を茶色で塗ります。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。